口角が出ない。え、口角。まあじゃあもう一回行こう。もう一回行く。じゃあ次は、うん、3ですかね。3行く。3けど 2のチケット5枚いるんじゃないの。いや、チケット自体は全部統一されてるんですよね。あ、そうなん。で、それに消費の3とか5とか分かれてるっていうだけなんですよ。え、ちょ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ちょ、高卒なんですみません。僕、高卒できるか分かんないですよね。高卒危うい僕がいますけど、隣に。そこは卒業生や、ちゃんと。え、どういうこと、どういうこと。エテさんって前にレベル1クリアしたじゃないですか。そう、レベル1いった、うん、で、レベル2になったらそれでチケットが3枚いるじゃないですか。レベル2の、レベル2じゃなくて、あの人滅人のチケットがが2枚、あ、3枚か。なんで、まあ、見た方が早いんですけど、うん、チケットマークの右側になんか3とか書いてあるんですけど、取り出します。クエスト受付のところに行ってみないと分かんないですよ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。特殊許可クエストでしょ。はい。ああ、うん、クリア出てて、で、その3って書いてある。3って書いてあるのが、それその人滅人のチケットが3枚いるっていうことなんですよ。うん。で、それがレベル上がるにつれて5枚になったり7枚になったりとか。うんうん。理解してないな、これ。エテさん。よし。よし、3行こう。1よりも2、2よりも3。ね、3本の弓矢は折れないでしょ。何言ってんすか。そういうこと。実に深いお話でしたね。うん、あれ、もう全部取ったるからな、もう。ちょっと待って、やめよ。毎日瓶残ってるから、まず。瓶と玉あれ。瓶とかいらんから。貯蓄、貯蓄。あ、2体。え、てか、これ何なんていうか。あれ、なんか戦闘の場所が、アルバムねえ、びっくりした、アルバ行ったんかと思った。あ、こんなんなるんや、3になると。どうしたの。拘束されてます。チャンス。いや、ドスイーゴス。そっちかい、そっちかい。ちょ、これナメプできないね、これは。そろそろナメプしてたらおつるね。そろそろちゃんとやらんと。さっきまでなんかちょくちょく落ちてた。いや、ちょっと何の話か分かんないです。ああちょっと何の話か分かんないです。はい、高卒なんで。高卒はしょうがないですね。うん、高卒やから。真面目に高校卒業頑張ろう。あ、やばい、2発来る。はい、まあ、ここまで予定調和。前夜は、前夜は分かってたよ。落ちるって分かってました。分かってた、もう。ガードしても半分持ってかれたもんだって。じゃあここら辺から強くなるの。マジか。いや、言うて変わんないんすよ。変わんないんすよ。あ、そうなの。そうなんですよね。これ 5?そこれ5なんじゃん。伊手さんも3って言ってましたよ。あ、これ 3? まだ 3? まだ 3? これは、まあ、見せて、こういうことをしたら落ちるよっていうのを見せてくれたんですよね。そう。でも、なんか、携帯食料あるのにテンパって肉焼いてもたもん。バカ野郎。全部取ってたね。その分まで。全部取ったのに、肉焼いてた。はい、ちょ、真剣にやりますわ、ちょ、こっから。
やばエリアで避けれねえ。こっち来んな。ナイス粉塵。イオス、まあイオス掘ってたら死ぬか。勝手にいたもん。うん。来んなー。よいしょ。オッケーオッケー。一一。頭届く。飛べあれさ。いや連携プレイ連携プレイ。どら。実に連携プレイ。やったれ、野良やったれ、やばい死ぬ。うわマジでまだ3やで、3で死ぬとかマジ言うポン、ありえないっすよね。ありえんそんな。おいしょい、今だやれ。間に合い、あー動いてまた。ガードさあ、やどすぜ。うえいやどす、やどし封じ、やどし封じ来た。超いいヨスに捕まった。やどせなかったし。何やってるんですか。間違えて緊急回避。なんか今サンちゃんも捕まってなかった。巻き添え食らいましたね。2人揃ってなんか寝転んでたのね今ですね。いいよ邪魔。あ、こっち来るのこっち来ない、うん、はい、ガードし逃げる。うな、何でさらっと打ち上げてる。惜しかったでしょ。よいしょ、エリアガードしまーす。てか、ユーポン、総中魂使えてる？余裕完璧。余裕、昨日からじゃなかったっけ、総中魂。もうこれまでにないぐらい、一番のヒット感。素晴らしい。もう一発くれ、もう一発くれよ。よし、もう学習能力の高さ、それがエテポンゲの強さね。もう一回言おうか。いや、大事じゃないんです。大丈夫？大事じゃない。あぶれ。これやばい。この間に攻撃したら倒れるんですよ。ああ。チプルのやつ。マジでエリアで避けれないな。難しい。エリアでジャンプしてたらなんか勝手に避けられへんなんか。いや難しいですよね。離れてると。うん、あそっか。踏めないからか。あ、なんでエテさんがずっとそばにいてくれたら、あとは踏み散らかしていきます。あ、そういうことね。うん、じゃあもうユーポンの後ろずっとおるわ。ああやばい、守護霊となって。そういうことだったのか。ちょ、リーチ、ちょ、マジ最後死んだやつ本当に。基本的に最後のやつが悪い。そう、最後のやつが全責任を背負う形になるので気をつけてくださいね。了解です。めっちゃ攻めてあるからな。引くぐらい攻めるからな。で、こういう時絶対ね、あのユーポンがね、昨日も言ったけどメンタル弱いから、え、うん、死ぬんよ。なんて。いやー、宿せー。オッケー、きた。頭いきます。一歩、僕は尻尾。フィニッシュ。おお、完璧な一撃が入ったで今。あとは雑魚狩りですね。落とし物。あれ終わったんすか。もう今エテさんが完璧なあの終わらし方したよ。
剥ぎ取り今絶対テイロン一撃で落ちたでしょ今の。今のサンちゃん見てた？見てますね。宿った。宿った。宿しからのタメさん頭に直撃させて倒すっていう。美味しい。美味しい。うん。見せれたわ。でなんで剥ぎ取りしてるんすか？何やってん？何やってん？えだって剥ぎ取らないとさ。あ、さっきこっち？さっきこっち。そう。あ、さっきこっちか。いや、これちっちゃいからやりづらい。はっ。いや、ユーポンちょうどいいやん、イオス。よっしゃ。一番ブスサイクなやつ。しょうがねえな。はい。こいつは。はい。ああ。やめたい、こんなやつで死にたくないよ。イオス、もうちょっとかっこよかったけどな、なんか。丸なったな。ドブスじゃないの？なんかもうちょっと尖ってなかった前のやつ、うん、なんかフロギーじゃないですかそれ。フロギーの方かな。あ、そっか、フロギーがいたもんな。しっかり技でとどめさそうかね。いやどうします。すべて宿してからのイエーイ。いっていってもういっはぎ取る。ごめん、ちょっと暴れちゃった。ちょっと暴れちゃった。制御、制御、あ、ちょっと待って、死ぬやん、死ぬ。シャレならん、これは。いいよ、死ぬやつがおる。シャレならんって、これは。あー、激凛ばっかだな。危なかった。吹き飛べ。論外な方向飛んでいきます。でやっほっ。はい、来た、宿す。おった。オーケー。ふぅ、剥ぎ取ろ、剥ぎ取ろ、うん、これで揃うかな。いや、でもレベル6にしなきゃ意味ないっす。なんで？まだ分かってない。なんで全然分からへん。レベル6になったら人滅人っていうスキルが発動するんですよね、うん、それまではゴミです。え、倒したらいいだけ。それは倒すんじゃなくて装備のレベルをレベル6にするんですよ。あの、強化するとレベルが上がってくるんですよ。今回1段階です、うん、それは大分かりで。あ、それはわかる、それはわかる。レベル上がる、装備すると。うわ、なんか宿してる。顔面モザイクかかってる。強そうでしょ。いつもあんな堂々と、しーろーとーっつって出してた。だってだって、しーろーとってドーラゴン。あ、あれか、あれか。びっくりしたわ。マジで何言ってんのかと。自分のネタでしょうが。白ドラな。うー、オッケーオッケー。うろこ、うん、青は全然出ない。口角が出た。白ドラやろうかな。同じもんみんな出てるんです。あ、面白いんあれ。いや、僕はあんまり面白そうじゃない、ね、絵が好きじゃないんですよね。あの、なんか変なアンバランスな、なんか、そうなんか、わかるよ、なんか、ありますね、うん、わかるよ、うん。サンちゃん白ドラ勢やもんね。いや、違います。フェイト勢でしょ。フェイト勢です。何なんフェイトって。リシャマラマジだるいからやめたんだよな。初10連でジャンヌ当てていく人っすからね、僕は。僕もなんか単発でジャンヌ引いて、それやってたら、なんか、携帯ぶっ壊れてた。あの、得てもジャンヌ当てたで。昨日うん。素晴らしい。あの、10連で。マジっす。うん、オーブ使って。冷蔵なん、何が出ました？え？冷蔵。冷蔵？はい。あれ、そうはあれ、
カオス。その発言がカオス。